俺たち筋引っ掛け、今年の夏はレベルアップのために合宿をしようということになり、3人で山へキャンプにやってきました。やっぱり夏は山だよな。やっほー、やっぱ子玉も気持ちいいな。やっぱ夏いいね。いいね。やっぱ山だよね。うん。ところでさ、本当にこんなところでバンドの練習やるの？そうですよ。キャンプでバンドの練習なんて聞いたことないですけど。ちゃんとね、許可取ってあるんでね。じゃーん、見てごらん。おお、こんなところに楽器が。すごいだろ。でこれを使ってキャンプ場で合宿してみる。キャンプがほい、キャンプがほい、キャンプがほい、ほいほい、キャンプがほい、キャンプがほい、キャンプがほい、ほいほい。初めて見る山、初めて見る川、初めて泳ぐ海、今日から友達、明日も ここで火を起こしてご飯にしましょうか。いいね。ごめん、ライターもチャッカマンも。せーめー、携帯？携帯？ピポパポピポパポピ。口で言うと。これで大丈夫です。え、今何したの？注文しました。アマゾンに。アマゾンって、おい、ダメか、アマゾンがこんなところに来るわけねえだろ。ここキャンプ場で。そうだ。なんか、こんにちは、宅配便です。来たー。はい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 、宅配さん。マジか、マジか。キャンプ場なんでチャイバルのこっち。どこにチャイバル。ちゃんと届きましたよ。アマゾンを舐めてはいけない。じゃあ、そうですね。はい、じゃあ、はい、ちゃんと、はい、あ、これで焚き火できる。焚き火ね、で、まあ、ちょっと気を利かせて、ついでにもう出来合いのカレーの方も注文しておきました。おお、気が利く。寝れないね。寝れないですね。全然寝れない。全然寝れない。そうだ。寝れないからさ、いつものハリーの昔話聞かせて。あ、あれ昔話いいですね。あれ面白いからさ。昔話やろう。さっきやってくれたしね、ちょっとね。怖い話やったんだよね。怖い話だよ。昔話だよ。昔話やるわ。
と何がいいかな。うちが田舎の町を出たのはちょうど16の時やった。そっちの昔話。ある日男の人がうちに来やって、都会はええとこやぞ言うて。せやけどうちは父ちゃんは憎んで、憎いのは父ちゃんをダメにした。パチンコ、パチンコ、パチンコ、パチンコ。になっちまったよ。この感じ朝ですよ。うわ、全然寝れなかった。全然寝れなかった。まあいいか、練習したしね。そう、じゃあまあここは気を取り直して、じゃあ、うん、スイカ割りしましょうか。いいね。スイカ、やれよ。はい、じゃあジャスミンはスイカ入ります。でじゃあハリーは目隠しとね、バットでね、スイカを狙ってビシッとやっちゃってくださいね。 OK。 見えてない。よし、行くぜスイカ、確保しろ。でもなく、ジャスミンの頭がバックリ割れた。どうなる筋引っ掛け、後半に続く。ここまで10分間の休憩を挟みまして、ダイニングを始めます。頭を直すため、幻の飛躍を探すために出た筋引っ掛け、そしてたどり着いたのは神秘の大地アフリカだった。そこで3人が見たものは、そして減少し続けるアフリカの希少動物のいくつ目はいかに。今年もまたこのアフリカの大地に厳しい季節でやってきた。残された水場を求め、この乾ききった大地をさまよい歩くのだ。水場のほとりの草むらにひそり潜むライオン。ゴー、誰かの叫びが聞こえる。ヌーだ、1頭、2頭、3頭、50万頭。Oh,
の痛みにでも、どんな頭の痛みにでも効く幻の飛躍バファリン。これさえあればジャスミンの頭の痛みも治るはずだ。ジャスミン口開けるんだ。うわあさあ、飲み込め、カモシー飲み込め。ゲボゲボよ、ゲボ元気頑張れ、ジャスミンが。ジャスミンが蘇った、ジャスミンが蘇った、元気頑張れ、ジャスミンが蘇った、復活ジャスミン。